トムことトーマスキャットは、トムとジェリーに登場する架空の猫のキャラクター。ドタバタコンビ、トムとジェリーの一方、ジェリーを捕まえようと何度も心を見るが、いつも失敗している。ブルーグレーの8割れで、品種は不明の家猫。正式名称は、トーマスキャットと表記されていることが多い。お手伝いさんなどからは、トーマスと呼ばれることが多いが、 ガールフレンドの白猫からトミーと呼ばれていたこともある。ハンナ・バーベラ第一期第一作目である。上には、上ガールでは、ジャスパーという名だった。作品によっては、世界猫連盟の事務総長や、ネズミ取り選手権のチャンピオンなどセレブな立場の場合も、ある。その逆に野良猫となって、冬空で雪に凍える、恵まれない立場の場合もある。 いずれの立場でも飼い主が出てこないことがある。ネズミ取りの世界チャンピオンについている時には、職務上の退治技術としての毒薬を使用したりもする。親族は、容姿は、トムとウリふたつだが、ネズミ恐怖症のいとこ、ジョージがいる。作中で登場する他の動物が人号を話す場合があるのに対し、トムはセリフを滅多に喋らないキャラクターとして、設定されており、必要な場合は、 筆談を用いることもある。日本語版では、日本の視聴者に対しての説明のため、筆談のため英語で、トムが書いた文章などを、日本語のセリフで喋る場合があり、一人称は、俺、もしくは、僕。特に TBS 版、気持ちきかねた吹き替え担当文のソフト版では、翻訳を目的としない身振り手振りや表情に合わせた、独自のセリフが多い。退職は灰色、または水色。 紺色など、青系の色。口周り、手首足首から下、長い尻尾の先は白、腹部は周囲より薄い色。制作時期により顔の形、色が若干異なる。眉が太く、目の色は黄、瞳の色は緑。毛皮は着脱可能で、何らかの原因で毛皮を剥ぎ取られたり刈られた際に、ランニングシャツと赤いサルをあらわにすることが多い。 手足の白い部分も手袋や靴下のように描かれることがある。二足歩行ができ、身長は人間の腰ほどもあって、子犬やハイハイをしている人間の赤ん坊を片手でつまみ上げられるくらい大柄である。また、非常に特殊な身体構造をしており、口から物が飛び込んだ際にその勢いのまま尻尾の先端まで到達するジェリーや金魚などの小動物が、 片方の耳から侵入し、反対側の耳から出てくるなどの描写がある。またその際には、彼らが頭部を通過する様子が左右の眼球越しに確認できる。マッチをするときは自分の尻でする。首を切られる、車にひかれる、重いものに押しつぶされる、高い場所から落ちる、大爆発に巻き込まれる、破裂するなどの事故や災難によっても死なない、不死身の猫である。 また、分断された尻尾をきれいにつなげ、その部分を握りしめ息を吹きかけることで、傷跡が残ることなく修復する。銃で全身を撃たれても体に穴が開くだけで生命に、別条はない。しかし、ジェリーの巣穴の前に、大量の爆弾を仕掛けた挙句その爆発に巻き込まれ、焦点する掃除機に吸い込まれそうになった際に、トムの魂が9つ現れたことがあるなど、 実際に死亡あるいは死亡寸前の状態にまで行ったことがある。失恋し鉄道自殺を図る作品もあるが結末は描かれていない。トムとジェリー・テールズでは鳥のふりをして無理やり卵を産むシーンもある。食べること、寝ること、そしてネズミを追いかけることを生きがいとする。ジェリーとの追いかけっこイコール喧嘩の多くはトムの敗北に終わるが稀に勝ったり引き分け、 一時休戦し共闘する場合もある。ジェリーを見つけるととにかくいじめようと追いかけるが、同時で図に乗りやすく爪が甘い性格が災いし反撃されて負けるパターンが多い。基本的にほとんどの作品で何らかの被害に遭うが、ごくわずかにトムが一切被害に遭わない作品も存在する。自らの意志とは別にお手伝いさんからジェリーを捕まえるよう頼まれ捕獲に試みることもあるが、 いつも失敗しており、その度にお手伝いさんからお仕置きを受けたり家から締め出されたりしている。ジェリーの捕獲にはチーズを仕掛けたバネ、敷のネズミ取りをはじめ、ダイナマイトなどの爆薬、鈍器、銃器、あるいは火災道具などを武器やトラップとして用いる。しかしその多くがジェリーには巧みに交わされ、自滅や帰り討ちにあっている。ジェリーを筆頭に基本的に 小動物は食べようとして追いかけ回す猫らしい性格をしているが、自分に懐いたアヒルの子に母性が芽生えてしまう。落雷の日に放り出した子犬を心配して連れ戻す。孤児に憤したぶっちを可愛がる。飼い主の赤ん坊を死ぬ気で守り通すなど、お人よしで優しい一面を持つ。特にジェリーに関しては、そのセンチメンタルな面が強調される。ジェリーが苦しがるふりをした際急いで、 救急箱を持ってくる。ジェリーが出て行った時は、寂しそうにする。さらにはジェリーが死んだと勘違いした際には泣き出した。こともあるほど。初期作品では本気でジェリーを食べようとしたり、ジェリーに助けられてもすぐに裏切るなど、意地悪さも目立ったが、後発作品ではだいぶ性格が丸くなり、戦術した持ち前の人の良さがより色濃く、描かれるようになる。 ジェリーと協力した時や何らかのアクシデントで追いかけっこがなーなーに終わった時などわざと自分に攻撃させてから再戦開始させようとしたりするほど彼にとって追いかけっこは大切なことらしい。ジェリーの策略で罠に尻尾や指などを挟まれた時や鋭い針やトゲなどを尻に突き刺された時には凄まじいまでの叫び声を上げる。この叫び声が トムのかぶった痛みの度合いを表現していると言える。小動物をはじめ自分より弱いと判断した相手には、常に強気に出るが、スパイクやブルコーなどの猛犬、飼い主やお手伝いさん、あるいはそれに準ずる人間など自身より強い立場には、全く頭が上がらず、善戦した相手でも勝ち目がないとわかるや、いなや相手にこびへつらうなど情けない様子も見られる。本気で怒ったジェリーにも弱い。 臆病で小心者な部分もあり、幽霊や階段が苦手。メス猫に対しては、非常に惚れっぽく、その場合は他の何事も目に入らなくなる。親友でもある野良猫のブッチとは、恋のさやあてを演じることもある。異中の女性に気に入られようと、歌やプレゼントで彼女を口説こうとしたりめかし込んで、クール街を気取るなどナルシストな一面もある。しかし、 メス猫側から声をかけられる例は、ほとんどなく、戦術のブッチのほか、ジェリーに恋路を邪魔され、集体を晒された、挙句、彼女を寝取られるなど女運に恵まれない。金欲が強く、サーカスなどから脱走し、ジェリーにかくまわれた動物を報奨金目当てに捕まえようと奮闘することが多い。ジェリーが書いた本の内容に憤慨したが、 その本の印税を折半してもらえることが分かった途端、手のひらを返すなど厳禁な性格の持ち主でもある。反面、ネズミをいじめた時点で相続した、莫大な遺産が没収されると知っていながら、ジェリーを追い回す、普段の日常を選ぶなど、金よりも追いかけっこを生きがいとする節も見られる。ミルクと魚が大好物。かつては、ジェリーの大好物であるチーズは、匂いがダメらしく、 苦手であったが、トムとジェリーショーでは、ジェリーのチーズを取り上げて食べるシーンが、トムとジェリー夢のチョコレート工場では、進んで食べようとして、ネズミ取り機で指を痛めるシーンがあることから、克服している。また、ジェリーを追い回している最中にジェリーを放棄で叩こうと、下お手伝いさんに謝ってトムが叩かれ、ネズミの心を持ってしまい、チーズを食べたことがある。他にも屋敷の金庫に、 大量のチーズを隠し持っていたが、ジェリーに狙われ、結局金庫ごと強奪された。非常に多芸多彩な猫であり、芸術面では音楽の才能に長けている。特にピアノの演奏は絶品で、足の指でリストを弾け、野良猫仲間とは見事なジャズセッションをする。指揮者としての才能はドタバタ劇の末に、ジェリーに負けてしまうが、当初は一楽団を丸々指揮している。 また、オーケストラの楽器の大半をこなすことができるほど、楽器への順応性が高い。また、足で、ギターやコントラバスを奏でることができ、上半身でジェリーを探しながら、演奏を続けたこともある。西部のダテネズミでは歌には、自信がなかったと見えレコードの口パクでごまかしていたが、オペラ騒動では、人気絶頂のバリトン歌手として、大舞台で、セビリアの理髪し。 街の何でも矢を熱唱する。別作品では、上記のアシコントラバスをこなしつつ、ソロで歌ったこともある。また、演奏技術どころか、トム自身も一級楽器としての価値があり、特にヒゲを用いたギターの音はアンクルペコスのお気に入りだったりする。ヒゲは、トムとジェリー・ロビンフットでは、自ら抜いて使う。しかも、自身を弦とした場合も格別な音を奏でる。 なお和訳によっては、三味線の皮にされると脅される話もある。スポーツも、万能で、テニス、ボウリング、サーフィン、ビリヤード、やり投げなど、これまで様々な分野に挑戦している。特にビリヤードでは、プロ顔負けのドローショットを披露する。またバンクショットの名手であり、イージーボールでも必ずクッションを使う。ただし、ゴルフは、パール4のホールで33打を記録するなど、 得意ではない。水泳も、大の苦手で、川に落ちて溺れたところを、自分が食べようとしていたアヒルに救われるほどだった。後発作品などで普通に泳いでいることから、現在は克服しているようである。このように非常に器用なため、軽技のようなゲートにも引いてており、ジャグリングなどを披露することもしばしばだが、これはもっぱらジェリーに遊ばれている時に急場をしのぐためのゲートであることが多く、 大抵は途中で、ジェリーに邪魔されて、散々な結果に終わる。また、倒立の状態で、手の指だけで進むことができる。他にもアニメ的演出として、ジェリーの家の穴やビリヤードのポケットなど、元来の位置から座標をずらしたり、また自身や他の物体に対して、空間をねじ曲げることができる。また、体はありえないほど柔らかく、 時として蛇のように強やかに動くが、それが災いして胴体を縛り上げられることもある。ドジなイメージが強いが、頭脳面積で手先向きを、ものを作るのには才能があるらしく、料理やメカニックに精通している。作品によっては、ネズミ取り機や、レースカー、ロケットなどを作ったことがある。科学の知識も豊富にあるため、薬剤を調合するのもお手のもの。 毒薬どころか物語によっては病気の特効薬を作ったり作ろうとしたりする。ありがとうございます。